さあ行きましょう。運命の2周目の1戦目、いきなり来る、いきなり仕掛けてくるか赤チーム。いやー、行かせてくれない。逆にカウンターか、中央から右サイドダイレクトは、これはサイドネット、危ない危ない。さあ先ほどは2対1、女性ゴールで黄色チームが勝利。行きましょう、赤チーム2戦目は勝ちに行きましょうか。さあ左サイド追い込まれるか、さあ囲まれる、うまい。さあここは狭いところ通して、左サイド、これはつながらない、カットカウンター2対1。さあゴール前、一人で守りきれるか、危ない危ない、ここはゴールライン。さあ赤チーム落ち着いていきましょうか、中央。さあ右サイドから、ここはフォローが欲しいところ、中央通らない、欲しい。さあ 赤ボールいきましょう、赤ボール出てないですか、そのまま赤ボールいきましょう、ごめんなさい。さあ赤ボールそのままいきましょう、最初右サイドから中央は赤チーム、逆サイド内ボ、さあチャンスか、中央は通して右サイドは感じてない、逆にカウンター。さあ女性を残して黄色チーム狙いに来る、2点、ゴール前、ここは守りたい、ここは守りたい、赤チームゴール前ないです。危ない危ない危ない、ナイスです。さあ今度は赤チームカウンター、まずは1点、いやー鋭いシュートは力みすぎたが、そのままゴールライン。さあ赤チームまた速い攻撃に移る、左サイドからワンツー、いやー惜しい、あと一歩届かず赤ボール。さあ立ち上がり終了間際、激しくなってくる展開、ここでうまい、さあカットしてシュート、いやー惜しい、決めきれず。さあゴールライン、黄色ボール、左サイドに展開、さあ縦に流れてくる。さあここは赤チームもしっかりと前から寄せていきたいところ、ドリブルドリブル、さあここは狭いところ、行かせない、欲しい。では黄色チーム先にキーパー交代しましょう、黄色チームキーパー交代お願いします、黄色チームキーパー交代お願いします、キーパー交代なしですか、ありました、ありがとうございます。さあ行きましょう、右サイドから超カット、危ない、早い出だし、ナイスナイスディフェンス、ここはいい体入れ、ナイス。さあ超危ない、さあ縦に預けて、ここは危ない危ない、クリアになって、さあ黄色ボール、さあ黄色チーム中央からスペースがある、右サイド1人フリー、さあチャンスになるか、ナイディ、さあカットして赤チームチャンス、中央から速いドリブル、2対1、右サイド、いやーこれは合わない、そのままゴールライン。さあ黄色チーム速いリスタート、キーパーから中央は通さない、さあ今度赤チームかわしてくる、さあ左に流れてオーバーラップ、さあここは縦につないでくるか、ナイスキープ、ここでカット、ナイスフォロー、チャンス、さあゴール前ちょっとない、いや決めきれず、ちょっと焦りが出たか。さあ黄色チーム長いスローゴール前、さあチャンスシュート、いやこれは止められない、ナイスゴール。さあまずは先制、黄色チーム真ん中でいきましょう、1対0、ちょうど半分過ぎたところで黄色チーム先制、1対0。さあ行きましょう、赤チーム内防、右サイドから前にスペース、シュート、いやこぼれ球打てるか、キーパー横飛び、ナイスキャッチ。さあ黄色チーム左サイドから中央に走り込んでくる、ナイスボール、ポストプレーから、さあ左サイドオーバーラップ、中央上がってくる、危ない、いや危ない危ない。さあ右サイド赤チームチャンスになる、ここは黄色チーム3枚早い戻り、左サイドから押し上げてくる、さあ縦に預けてゴール前チャンス、まだ1点差はないです、赤ボール。さあ赤チーム女性をゴール前に入れさせるか、中央、さあここはショートコーナーからサイドに預けて一旦後ろ、さあ黄色チームもしっかりと寄せてくる、さあここでお見合いチャンス大丈夫ですか、足元気をつけていきましょう、大丈夫ですか。さあ黄色ボール、足元ボディコンタクト気をつけていきましょう。さあここは左サイドから中央、黄色チーム大丈夫ですか、大丈夫ですかキャプテン一回出ますか、ちょっと見ましょうか、ちょっと一回休みます、代わりに行けますか、すいません、ちょっと休んでください、無理しないで、あそのままそのままで大丈夫です、じゃあキャプテンちょっとリブ使えないでそのまま行くんで、じゃあちょっと代役入っていただいて、すいません、ありがとうございます、ちょっとアクシデントありますが
行きましょうか。キラボールからちょっと休んでください。さあキラボールから行きましょう。さあ行きましょうが、アクシデント発生。黄色チーム大役に別のキーパー。さあ右サイド、さあここはゆっくりとつないで、黄色チーム右サイドから一旦後ろダイレクトカット。さあチャンスは赤チーム、まだ1点さ、後ろに預けて、さあここも黄色チーム前からプレッシャーに来る。さあつないでいきたい赤チーム、もう一度後ろに預けて右サイドは通らないか。さあ今度は左サイドから黄色チームドリブル突破させない、黄色ボール。さあ黄色チーム縦に預けてシュートは危ない、コーナーキック黄色ボール。さあまたしても1点さ、赤チーム返していけるか、残り時間があと1分。さあチャンス右サイドから中央、さあここは寄せていきたい、危ない、ゴール前、さあ落としてシュート危ない、いやーナイスキーパーナイスキーパー。さあここは縦に長いボール、さあ追いついてフォローが欲しい。さあ2点ゴール来るか中央、さあまたチャンスは赤チーム、後ろは敵、さあここでまた奪い返す、ナイス、右サイドは届かない、惜しい。さあ黄色ボール、さあ左サイドから黄色チーム、さあラストラストワンプレー行きましょう。1対0、1点差、うまい股抜きから、さあ追加点は黄色チームからラストワンプレー、ナイスキーパー。さあラスト赤チーム女性ゴールで逆転もある、中央からかわしていけない、ないでー。さあ逆に黄色チームかわしてシュート、ポスト直撃、こぼれ球。さあ赤チームラスト追いつけるか、右まで、さあここは落ち着いていきましょうか。ラストワンプレー行ってさ、大事な局面、赤チームさあ縦に預けてフォローが欲しい、右サイドは通らない、1対0黄色チーム勝利、ありがとうございます。さあ行きましょうか、2周目の2戦目はビブナシチーム対黄色チーム、先ほどは4対2黄色チームが勝利、黄色チームここま最近3連勝全勝で、さあビブナシチームここは倒しに行きましょうか、中央から、さあポストプレー、ここでカットは黄色チームが欲しい、サイドラインビブナシボール。さあビブナシチーム左サイドから中央寄せてくる、黄色チームの速いプレッシャー、さあ左に流れて右サイドフリーで2人ナイスボール、さあチャンスになるスペースがある、シュートで来るかゴール前、ナイス、いやー惜しい、いやサイドはコースがない、さあコーナーチャンスビブナシチーム、さあ左サイドからコーナー中央走り込んでくる、さあダイレクト、いやここでカット、さあカウンター、黄色チームのカウンター、中央ドリブル左サイド、これはちょっと長すぎる、そのままサイドラインビブナシボール。さあ右サイドから中央ビブナシチーム、まずは先制点狙いに行きましょうか、いやこれはちょっとパスが合わない、黄色ボール。さあ右サイドから黄色チーム中央に預けてワンタッチ落としてかわしてくるか、いや行かせない、ナイス、さあチャンス、ここはいや早い戻り、ナイスでいい、ナイス、うまい、ワンツー抜け出して中央ドリブル2人置き去り、3対1左サイドからダイレクト枠に飛ばそうし、黄色チーム積極的に2点狙ってくるキャプテン、さあ左サイドからビブラシチーム、さあここもカット、縦にはつながらない、さあビブラシチームつないでいきたい、中央つながらない、さあまた黄色チームが前からカットドリブル、さあ右に預けてここはしっかりとパスコース切ってくるか、縦に速いボールゴール前、いやパスかと思いきやニアサイド狙ってくる、ナイスゴール、まずは黄色チーム先制、さあ全勝黄色チーム倒せるかビブラシチーム、行きましょう中央、さあ右サイドつながってゴール前、いやー惜しい、でキーパー交代です、両チームキーパー交代しましょう、両チームキーパー交代お願いします。さあビブナシボールから立ち上がり終わって1対0リードは黄色チーム、縦に預けてチャンス、さあファーサイド上がってくる、ナイディコーナーキック、さあコーナーチャンス黄色チーム、ファーサイドに1人、さあ中央に2人、ここは一旦後ろからさあ寄せてくる、ワンタッチ中央は取らない、さあ今度は黄色チームの攻撃、速いドリブル抜け出してくる逆サイド、いやー惜しい、ナイスラン、サイドラインビブナシボール、さあビブナシチーム速い時間で追いついておきたい、キーパーから左サイド危ないさあ中央カット、さあここはかわしてくるか、中央ドリブル、ドリブルから右サイド縦に流れてくる浮かせたボール、いやー惜しい、
サイドラインビブラシボール、ここもアグレッシブに来る黄色チーム。さあビブラシーム押し返していきましょう。中央カット危ない、2点がさあここはチャンス。さあ右サイドから一旦後ろ、さあしっかりとつないでいきたいビブナシチーム。さあキーパーも押し上げてくる、左サイドから中央ポストプレー、さあ右サイドオーバーラップ切り返して中央ポストプレーから、さあフォロー欲しい、ナイス。後ろからここも黄色チームなかなか前には進ませてくれない、ナイスです。カットが入る、ここは戻りたい、ナイスディー、ナイスディー。ここはサイドライン取りましょう、サイドラインビブラシボール。さあビブラシボールですね、右サ当たって出た感じです、一回。さあビブラシボール、右サイドカットが入る、ここも速い寄せ、ナイスカット。さあ中央から左サイドライボ、さあチャンス、ゴール前、イヤー、これは完璧、逆転ゴール、ナイス。さあ2対1、逆転ゴールはビブラシ、ごめんなさい、先に キーパー交代しましょう、両チーム先にキーパー交代しましょう。さあ行きましょう、黄色ボールから、さあ終盤戦いい時間で逆転ゴールはビブラシチーム、勝ちに来るか。さあ中央から全勝狙いに来る黄色チーム、中央カット、ナイス。さあ1対1、左足うまい、切り返して、いやナイスキーパー、こぼれ球ヒール欲しい、惜しい。さあ今度は中央カットが入る、ナイスフォロー、縦にボール、さあまたこっちは黄色チーム女性ゴール、中央は行かせない。さあカウンター、ビブナシチーム右サイドが2対2から3対1、中央フリー、ゴール前落として、さあ3点目危ない、ナイスキーパー、ナイスキー。さあ残したボールは黄色チーム中央でキープ。さあ残り時間あと1分とちょっと、2対1ビブナシチーム1点リード、右サイドから、さあここはパスコース切ってくる、左サイドフリー、さあビブナシチーム1点差守りきれるか、残り時間あと1分、黄色ボール。さあ黄色チームは逆転したい、さあ中央から右サイドに展開、さあ狙ってくるか、ここはパスコースがない、一旦後ろ、さあ寄せくるビブナシチーム、速いプレッシャー、さあ囲まれるか、急所攻撃地味に地味に急所攻撃狙ってくる。さあ残り1分、行きましょう、黄色ボール右サイドからニアサイドに、中央危ない、いやここがサイドライン、黄色ボール。さあ残り30秒、2対1、ビブラシーム1点リード、黄色チームがどんどん攻めてくる終盤戦。さあ左サイドからここは守りきりたいビブラシーム、あわよくば追加でシュート危ない、いやー一瞬足が止まったところ2対2同点追いついてくる黄色チーム。さあビブラシームいけるか、かわしてくる、うまい、1人かわして立てらずヒール前、いやーここは左サイドキープしたい、ここでカット、キロチーム。さあラスト、ラストワンプレーかわして逆に逆転ゴールか、カウンター、ラストナイキー2対2同点。さあ3戦目、赤チーム対ビブラシチーム、先ほどはここは3対0、ビブラシチーム勝利。さあ中央から赤チーム、まずは先制点取って落ち着いていきましょう、中央速いボール、ここでカットはビブラシチーム。さあ最終ラインから左サイド長いボール、ないボール、さあ右に流してゴール前、いやー危ない危ない、ナイスキーパー、コーナーキック。さあコーナーチャンス、ビブラシチーム行きましょうか、中央には1人、一旦最終ラインから長いボール、高いボール仕掛けてる、危ない、キーパーファンブル、ナイスキャッチ。さあ今度赤チーム、さあ2対2中央から、さあチャンスになる、3対2、左サイド上がってくる、縦に1人、ナイスディ、ナイスディフェンス、ここで取られたら危ない、ナイスディ、危ない危ない、赤ボール。さあ立ち上がり落ち着いていきましょうか、右サイド黄色チームはなんとか一生ものにしていきたいところ、中央から右サイドに展開、さあここは縦に預けてチャンスになるが、いやー惜しい、これはトラップアーズ、ビブラシボールさあ左サイドからビブラシチーム、立ち上がり1分両チーム無得点、中央から右サイド速いボール、左サイドナイストラップ、さあ逆サイドにボール、さあゴール前2人で、いやーうまい、2人で大きなワンツー、ナイスコンビネーションこれはいい攻撃、
さあまずは2-0、先制点はビブナシチーム。さあ赤チームもどんどん行きましょうか。まだ立ち上がり、さあ中央から縦に預けて切り返して左サイドは取らない。さあここでカットナイス、フォローが入って中央から上がりを待つ右サイドナイスカット、赤ボール。さあ左サイドから赤チーム中央通してくる。さあチャンス、勝負に来る、切り返して左足シュート、ないでナイスです。まだある、セカンドボール赤チーム、中央は通らない。さあ今度はビブラシム追加点狙いに来る、左サイドオーバーラップ縦に流してシュート、危ないサイドネット。では先にキーパー交代しましょう。ビブラシムキーパー交代です。キーパーから行きましょう。ビブラシムキーパー交代お願いします。ありがとうございます。さあ赤ボールから再開行きましょうか。立ち上がり終わって女性ゴールで2点先制。ビブラシムここはヒールで右サイド、もう一度中央に預けてつないでくる、ナイスボール。さあ左サイドから右サイド、早い、うまい、いやうまいオフサイドはありません、ナイスゴール。ビブナシチームが追加点。さあ行きましょう赤チーム、3点差。さあそろそろ本気を出してくるか赤チーム。キーパーから左サイドに展開。さあビブナシカット、さあチャンス、まずは1点、2点ゴール、2点ゴール2点ゴール狙いに来る赤チーム。さあ右サイド、惜しいサイドライン。さあ赤ボール右サイド行きましょう。さあ中央に女性ゴールで、さあ復興を図るゴール前。さあまずは1点返していきたい決めきれない。さあ今度はビブラシムのカウンターはキーパーから、長いボールは通らない、ビブラシボール。さあ赤チームどんどん行きましょう。3点差、右サイドから一旦落として、さあビブナシチーム左サイドに展開。さあ前には2人、さあ縦に預けてナイスディ、ナイスディフェンス。さあここはサイドライン押し、さあ赤ボール。さあ赤チーム右サイドオープンスペース、チャンス、いやーこれはちょっと長い、そのままゴールライン、ビブナシボール。でビブナシチームキーパー交代しましょう。ビブナシチームキーパー交代しましょう。さあ残り時間あと2分、3-0、いけるか赤チーム、まだ全然逆転の可能性はある、危ないシュート、ナイスナイスキーパー、これはキーパー正面強烈な右足。さあ右サイドからビブナシチームまだ追加点を狙いに来る、左サイドフリー。さあ切り込みすぎたか中央カット。さあ今度赤チームドリブル、ドリブルで持って上がって、さあ女性ゴール狙いに来る中央。さあこれがつながらない、右サイドキープはビブナシチーム。残り時間が1分半、中央からワンタッチ縦に預けてゴール前、危ない。さあここは白木田赤チーム、さあチャンス、まずは1点返して長い、いやーナイスキー、まだある、まだ残して赤チーム上がりを待つが、ここは中央戻ってくる、ないでー。さあ逆にカウンター、誰もいなー前がかりになったところ、4点目はビブナシチーム4-0。さあ残り1分、さあまだ諦めてない、まだ諦めてない赤チーム、残り1分。さあ行きましょう、5-0、まずは1点でも返しておきたい赤チーム。右サイド縦に預けてチャンス、さあ2点シュートは打たずに中央。さあもう一度組み立て直し、右サイド、さあゴール前チャンスになる赤チーム、中央は誰もいない。さあここはビブラシムしっかりとキープして返してくる、うまい、ナイスディ、ナイスカット、チャンス打ってくる、いやナイスディ、ここも固い守りビブラシム。さあ残り30秒シュートでくるが、いやナイス、コーナーキック、コーナーキックです。さあ赤ボールコーナーキック、残り時間はどうですか。さあラスト、ラストワンプレー、さあワンゴール取って終わりましょうか赤チーム、ラストナイス。さあ左サイドからラストを決めちゃって、いやーナイスディーナイスディー、逆にカウンタービブラシム。さあ左サイドナイスカット、さあラストワンプレー、左サイドからさあ縦には1人、さあ中央からチャンスになるか、さあラストワンプレー、ワンゴール返したい赤チーム、つないでくるビブラシチーム大量リード。さあ中央からワンタッチカット、さあ赤チームラストチャンス、2-1、繋がらない。
さあここは左サイドからビブラシウムドリブル中央、さあチャンスになるか、一旦後ろから長いボールトラップ落としてサイドライン、ビブなしチーム勝利、ありがとうございます。女性が選んだサチーム三つどもえ戦、一番勝率高かったのは、黄色チーム3勝1分け、ナイス。では黄色チームのキャプテンから MVP 男性に渡していただきましょう。一番良かったプレイヤーにあげてください。違うチームを名乗りあげてます、誰でも大丈夫です。さあ誰を選ぶかいきましょう。さあ選んでください、どこに行くのか、誰でも大丈夫です、一番近い人でもいいですよ。さあ行きましょう。どこに行く、私は最初に選んだ、おっと3番のあなただぞ。おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。